はい。じゃあ、今回はですね、いただいた動画2本に対して、まとめて1本で返信させてもらいます。えー、今回ね、YouTube チャンネルを作っていきたいということの中で、まあ、様々ね、ご相談いただいたんですけども、そうですね、まずね、動画の量産をしていくってことでしょう。じゃあね、私がちょっとね、これをやったらよかったのに、そして今からでも遅くないよってことを申し上げます。まず一つ。 私に質問動画を撮ってるでしょこれを一般公開にします。限定じゃなくて。で、私が返信しますよね。返信動画をダウンロードして、自分のアカウントで、これ上げていいですから。上げてください。そうすると、え、質問に対して私の答え、質問に対して私の答えみたいなのが、まだらに Q&A としてね、一問一答として、あなたの、このアカウントに搭載されるわけですよ。これは良くないですか 一つの手間で動画が倍速で増えていきますよ。これ私がね、もう私の動画をダウンロードして上げていいですから。<laughs> 私が強化しますから。<laughs> そういうふうにしたらどうでしょうか、まあ。もしくはね、そのまま上げるのがちょっとなぁということでしたら、冒頭にこういうふうに入れるんですよ。ご自身で冒頭だけちょっとね、出てね。前回質問をあげました。こんな質問でした。それについて回答をいただきましたので、こちらをどうぞみたいな感じで切り替えて、 私の動画がそうやって行くみたいなね。そうすると、まあオリジナルになるでしょそういうふうな感じで動画量産、Q、Q&A チャンネルということでいかがでしょうか同じような質問をしたいなーって方が多分登録して見てくれると思いますよ。ね。ということでね、質問するときは一般公開が有利なんですよ。そしたらそれをね、たまたま見た人が、え、どんな回答が久保さんから来るのかなって感じで、やっぱり見るでしょで、しかもそれが自分のノウハウになっていくんですよ。どん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 。 いいいんじゃないですか、それは全然それからね次ですけども株の基礎知識チャンネルみたいなのを作ってると言いましたけども私が FX の基礎知識やってるでしょそれを株版でパクる大いにありですそれをやってくれっていう意味で私はあのコンテンツを出してるんですよ何でもそうですけども株の基礎知識 FX の基礎知識今回やりましたけども私がね最初に何て言ったかっていうとブックオフで買ってきた本を読めば済むことですよとただ 本から吸収しにくい人は私が毎日喋りますんで、聞いてみて、1日1分だけ3ヶ月間やってみてください。ね。本は積極的に、能動的に読まないといけないですけども、私の動画音声は受動的に聞けばいいんで楽でしょと。本を読むのがどうしても苦手っていう方は、なかなか覚えられないっていう方は、耳からね、学問したらどうですかっていう意味で、あの FX のき基礎知識はやってるわけですよ。そうすると当然ですけどもね。 他にもこれはやってる人がいるんですよ、同じようなこと。他にもそういうことやってる人がいるけども、多分、この人がやってる、あの人がやってるっていうのはなかなかね、耳に入んないと思いますんで、うん、まあ、よろしかったら私の方から買ってくださいってことだったんですよね。でそして当然ですけども、これは応用して、株編とかね、大学受験編とか、地理とか、歴史とか、科学とか、いくらでも応用が効くわけですよ。ね、私なんか今ね、子育てやってるから、 保育、育児、療育みたいなコンテンツをバンバン量産していこうかなと思うんですけどね。だからつまりね、自分が経験したことや自分が知ったことっていうのは全部アウトプットして自分のネタになるわけですよ、うん。だからあの、会社でいろんなトラブルがあって、そのトラブルに対してどうやって解決したか、どんな困ったお客さんが来たのか、どんな素晴らしい上司がいるのか、まあそういうエピソードも全部自分のネタになります。ね。まあですんでね、 株のチャンネル作るんでしたら基礎知識大いに結構です。パクってください。私の FX を。そして、名言とかもね、使えるでしょね私の FX の名言、ね、かなり100個ぐらいありましたけども、あれを株の名言集みたいなのを見つけてきてね、それを朗読すればいいんじゃないですか朗読して自分なりの考え方を重ねたらもっといいですよね。それから、こういうのもありますよ。株の有名人を紹介するコーナーをね、 例えば、一日一人紹介するとか、週に一人紹介するとかしていったらいいんじゃないですかま、あこれがね、二、えー、つ目の回答です。三つ目、チャンネル名をどうするかってことなんですけども、例えばね、私が、あのー、そ立場を入れ替えて、私がね、もしこれからやるんだとしたらね、こうやりますね。週間中年ジャンプ。ね。週間中年ジャンプです。少年じゃない。こうすると、SEO 的にも有利でしょ で、ジャンプって言葉はむちゃくちゃ使われるから検索にもかかりやすいでしょそれだけじゃない。ちゃんとした意味があります。週刊中年ジャンプっていうのは、まあいわゆる雑誌なんですよ。雑誌の名前。で、いろんな動画を詰め込むってことはまさに雑誌じゃないですか。その中で、こち亀み,みたいなメインコンテンツがあったりとかね、ロングランの。それとかね、なんかこう読み切りみたいなね、今回だけよみたいな撮って出しの動画があったりとか。で、たまに株もありますよとかね。 そういう風に作っていけるじゃないですか。まさに雑誌扱いで動画を出していくと、いろんなものが詰め込まれていても全然 OK でしょ。その分、再生リストで管理しやすいように分けていけばいいと思うんですよ。例えば、株第1話、株第2話、株第3話みたいな感じで株の再生リストを、その週刊中年ジャンプで詰め込んでいくとかね。それから、一問一答 Q&A のコーナーがもしありましたら、 速可塾 Q&A コーナーとかって作ってね。第1話、こんな質問したら第2話でこんな答えが返ってきました。第3話、こんな質問したら第4話、こんな答えが返ってきました。またこれも続くじゃないですか。ね。こういうのとかね。それから、ズーム対談のコーナーっていうのを作ってもいいですよね。まず一番最初が私がやるかもしれませんけども、ご自身でいろんな人に取材をして、ズーム対談お願いしますって感じで、とにかく自分がインタビュアーとしてお迎えしたい人とのね、対談をずーっと 並べていくと。そしたら、そのズーム対談に出たいですっていう人が視聴者さんの中からあられて、どん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 コンテンツって作れるじゃないですか。で、質問の内容は、私が台本書いてもいいですけども、基本的に10個の質問をして10個に答えていただくってことで、1時間ぴったり収まりますから。ね。10個の質問をして、1つの質問に対して5分で回答してもらうと、10個で50分でしょで、なんやかんやで1時間ですから。だから、1時間前後のコンテンツが常にできるってことになります。1時間が長いなと思ったら、前後に分けて、 前編後編にして30分30分とか、あとね、10分で3つに分けてみたいなね、こんな形もできますよ。分割して1時間のものを6話までで繋げていくとかね。そうすると動画の本数増えるでしょで、えっと、見たり聞いたりする方も1時間1本も、まあいいんだけども、10分6本の方が聞きやすいかもしれないでしょまあそういう風にしていくとかね。で、私があ今ね、ちょっと支えがながらやってるのはね、こういうことなんですよ。FX の相場解説を まあ、月から金までやるじゃないですか。そしたら、一気見というやつで全部まとめてね、土曜日に、もしくは日曜日に一気見で、全部繋げたやつを4本ね、5本繋げたやつを、なんか1時間バージョンくらいで出すみたいな、ね。これは手間がかかんないですよ。繋げるだけなんで。こういうふうにやっていくといいんじゃないかなと思います。ということで、3つ目の回答もしましたよ。これは一般公開動画で出しましたんで、他の方も見てます。どうですか面白かったでしょこれ。この回答は、うん。まあ、あの、プライバシーに配慮して、 何々さんとは呼びかけてないですからね。ま、ですんでね、こっそりこれを温めていただいて、その他の人は、これ流れ玉だと思ってね、お、それいいじゃんと思ったら、早速、YouTube チャンネル作ってね、そういうふうにやってみたらいいんじゃないですか。まあ、今回ね、週刊中年ジャンプってものをちょっと考えましたけども、なかなか面白いですよ <laughs> うん。ま、あとね、なんか他にもチャンネル名ってのは、いろいろ考えられるんですけども、この、いっぱいやりすぎて困るぐらいですよ。 でも、株チャンネルってすると、株以外のことが、やっぱりやりにくいというふうに感じるかもしれませんので、まあね、何でも通用するように、雑誌名で勝負したらどうかなと思います。もちろん、週刊中年ジャンプ、月刊中年ジャンプ、えっ、ー、と、日刊中年ジャンプと名付けたからといって、週に1本しか出していけないってことはありません。週刊中年ジャンプというタイトルは付いてるけども、毎日動画上げてますよってもいいと思うんですよ。そこら辺はね、ガミガミ言う人はまあいないですから。 雑誌名ですから単なるねじゃあそんな感じで回答にさせていただきますじゃあ頑張ってくださいいってらっしゃい